皆さんこんにちは。東京上野で焼肉店などを展開していた三栄商事社長の宝島龍太郎さんと妻の幸子さんが殺害された上、火をつけて栃木県那須町の河川敷に捨てられた事件で、これまでに6人の容疑者が逮捕されました。指示役とみられる佐々木光容疑者、平山良健容疑者、実行役とみられる元俳優の若山倉人容疑者と神田義容疑者、前田亮容疑者、そして事件の首謀者とみられているのは宝島さん夫妻の長女の内縁の夫である関根清波容疑者です。関根容疑者は宝島さんの会社でマネジャーを務めており、宝島さんから厚い信頼を寄せられていたようですが、なぜこんな凄惨な事件を起こしてしまったのでしょうか。関根容疑者の少年時代について、近所に住む50代の男性は次のように語っています。ああ関根さんちね、確か息子さんが小学校高学年の頃に家族で引っ越してきて、お姉ちゃんと妹とお母さんの4人暮らしだった。お父さんは見たことなかったから母子家庭だったんじゃないかな。息子さんが着てた中学の制服はここら辺の中学のじゃなかったから、どこの中学校通ってるの？と聞いたら、A 中学、文京区の公立中学です、と元気に答えてくれましたよ。この会話がきっかけで、たまに話すようになって、マンションのエントランスで顔を合わせると、こんにちは、と挨拶してくれたな。確か中学の頃は、野球部に入ってたと思う。教育熱心なお母さんだったから、勉強も頑張ってたイメージだけど、成績はいまいちだったかな。高校は私立の高校に通っていた。基本的にいい子の印象で、それからも別にグレたりするわけじゃなかったけど、高校の途中くらいかな、知らないうちに家族みんなで引っ越しちゃったので、それ以降は分かりません。中高生までは近所でいい子と評判で真面目な少年だった関根容疑者が、なぜヤクザまがいの風貌に変貌を遂げたのか。関根容疑者は2年ほど前に世田谷区内の一軒家に引っ越し、宝島夫妻の娘と一緒に住んでいたようです。ある近隣住民の女性は関根容疑者について次のように証言しています。基本短パン T シャツで、人通りの多い朝方や夕方の時間もよくジャイアントプードルを連れて散歩していましたね。足にはタトゥーがぎっしり入っていて、髪も金髪で見るからに怖い人なんだけど、同じように犬を連れて散歩している人には、こんにちはとか、おはようございますと笑顔で愛想よく挨拶してたので、ご近所さんと、あの人見かけによらずいい人だよねって話してたんですよ。ジャイアントプードルは大きいのを2頭飼ってましたね。女性の方がジャイアントプードルを散歩させてたのも見たことありますよ。でも去年の夏頃くらいから2人とも見なくなったね。また別の近隣住民は、ちょうど2年前律儀に引っ越しの挨拶に来られたのを覚えています。この度引っ越してきました。最初はゴミとかたくさん出ちゃうと思うんですけど、よろしくお願いしますと菓子折りまで持って来られたので、礼儀正しい方だなと思いました。でも短パンから見える足にはタトゥーが入っていたので、サラリーマンではない雰囲気はありましたね。一緒に住んでいた女性もスタイルが良くて、アジアンビューティーっぽい雰囲気があって、どちらも派手な印象でした。関根さんは去年の秋にはどこかに引っ越されていったのですが、それまでに3から4台ほど車が変わったのは気になりました。それこそベンツとか BMW みたいな高そうな外車がコロコロ変わって、しかも大阪ナンバーや奈良ナンバーとかだったので、車を集めるのが趣味なのかなと思っていました。と見た目は派手なものの真面目な印象であったと話しています。関根容疑者は昨年秋に同じ世田谷区内の集合住宅に引っ越しをしていますが、そこでも派手な外車に乗り回すなど目立った存在だったようです。事件発覚後、長女は報道陣の取材に応じ、敵は多かったと思いますよ。実際同業者に狙われてたのかなとも思います。
店舗数も多いのと、ましてヤーの街ですし、目をつけられたこともありますし、私も帰り道は気をつけてるって話はずっとしてたんですけど、特定の誰かというよりかはライバルが多すぎてわからないです。一つの場所、台東区の上野周辺であれだけ店舗を構えてれば狙われますよね。派手だったと思いますし、あの街から出たことがないので有名だったと思いますよ。両親は日頃から表の道を通るようにしてた。人が多いから暗い道を通らないようにしていたと思うんですけど、本当に家か店かしか行ってないと思うので、集金の帰り道に被害に遭った可能性もあるのではないでしょうか、と話していました。しかし、両親を殺害した犯人が自分の内縁の夫だったとは思いもよらなかったでしょう。それでは事件の経緯を詳しく見ていきましょう。宝島さん夫妻は事件前日の4月15日夜、新規出店に伴う物件の内覧のため、関根容疑者の知人で不動産会社を経営する前田亮容疑者が運転するレンタカーで上野から品川区東品川へ移動しました。内覧後、前田容疑者の会社が管理する同区内の空き家を訪れていたことが判明。捜査の過程でこの空き家には関根容疑者も同行していたことが明らかになっています。同じ時間帯に実行役とされる若山キラト容疑者と関岸義容疑者が空き家付近に滞在しており、空き家の車庫からは複数の血痕が見つかっています。警察は関根容疑者が指示役らを通じて実行犯の若山容疑者、菅容疑者に宝島さん夫妻を空き家で引き合わせて暴行を加えさせた疑いがあるとみています。その後、宝島さん夫妻は殺害され、遺体に火をつけられ、車で栃木県那須町まで運ばれ、焼けた状態で河川敷で発見されることになったのです。関根容疑者は事件を計画するにあたり多額の報酬を用意していたとされます。すでに逮捕されている指示役の佐々木光容疑者は、名前も顔も知らない人物から報酬を約束され、遺体の処分を指示されたと供述。事件後、実行犯らは千数百万円規模の報酬を分配したとみられています。ただ、これらの容疑者と宝島さん夫妻との間に面識はなかったとされ、警察は関根容疑者と佐々木容疑者との接点などを調べています。事件を分析する元徳島県警捜査一課警部の秋山博康氏は次のように推測します。事件を主導する黒幕は完全犯罪を目指したはず、しかし想定外の出来事が起きたと推測します。実行犯は素人で、人間が簡単に骨にはならないと知らなかった。火が燃えたぎり慌てて逃げたため、蛍光管など遺留品も残してしまったと指摘します。考察は多くの証拠を残すが、容疑者は素人で、それを知らないとも語りました。秋山氏はさらに、宝島さん夫妻が誘い出された理由についても推測を述べています。新店舗を品川あたりに出そうとしていた、不動産の話を持ちかけて連れ込んではないか、加えて上野という土地柄が事件の背景にある可能性も指摘します。1992年施行の暴力団対策法によって、暴力団のみかじめなどの活動は制限された。その隙を狙って中国系の反社組織が幅を利かせ、地元のトラブルになっている事例は多い。暴力団の関与は不明だが、暴力団と中国系組織との縄張り争いは数多く、その抗争に巻き込まれた可能性もある。その上で秋山氏は、組長ではなく地元の暴力団個人が半グレに指示し、半グレが佐々木容疑者に指示するという流れを想定、闇バイトで特殊詐欺をさせる特流匿名流動型犯罪グループがただ働き、今回は確実にお金を渡していて闇バイトではないと推測しました。関根容疑者は事件前、すでに周囲から不審がられていたようです。ガールズバーなどで交友していた佐々木容疑者とも親密な関係が取材で浮き彫りになる中、
客引きなどでライバル店と揉め事を起こす先兵的存在だったとも言われます。事件の全容解明にはまだ時間がかかりそうですが、真相究明が急がれます。事件の犠牲となった宝島さん夫妻のご冥福を心よりお祈りします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。